今回の動画ではタイガースの最新情報として、4番を外れてから復調気配の大山選手について絶賛の声が続出している件について、そして意外なローテーション再編が判明した件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、大山選手の決勝打で勝利を収めた15日の試合を簡単に振り返っていきましょう。5位に沈む中日相手に負け越したタイガースに対し、巨人は大型連勝で一気に首位に立つなど絶好調。チーム状態は対照的で、厳しい戦いが予想されました。ビーズリー選手と赤星選手の両先発で始まったこの試合は、両チーム無得点のまま中盤へ。タイガースは今シーズン未だ勝利のない赤星選手を攻略したいところでしたが、3回までヒット1本に抑えられてしまいます。ビーズリー選手も3回まで無失点だったものの毎回ランナーを背負っており、苦しい立ち上がりとなりました。そんな展開の中、試合が動いたのが4回表のこと。先頭の近本選手がノーボール2ストライクというバッテリー有利のカウントから、ボールになるカーブをセンター前へ弾き返して出塁すると、中野選手、野口選手の内野ゴロの間に3塁へ進塁。そして佐藤輝明選手がフォアボールを選び、5番の大山選手に打席が回ります。巨人バッテリーがインコースの高めにシュートを続け、2ボールノーストライクというバッター有利のカウントになると、3球目の真ん中付近のスライダーを大山選手が捉え、打球はレフト線へ。近本選手に続き、1塁ランナーの佐藤輝明選手も生還し、2点タイムリーツーベースとなりました。2点の援護をもらったビーズリー選手は直後の4回裏に招いた2アウト1塁2塁のピンチをしのぐと、5回6回も無失点に抑え、6回無失点で降板。8つの三振を奪う力投で、しっかりとゲームを作ってくれました。タイガースは中盤以降、毎回ランナーを出しながらも得点を奪えない苦しい展開となりましたが、石井選手、桐敷選手、ゲラ選手という中継ぎ陣が踏ん張り、2対0で逃げ切りに成功。非常に重要な初戦を勝利で飾りました。岡田監督は試合後、2点も取ったやん、すごいやん、と、自虐も交えながら笑顔でコメント。さらに、なかなかチャンスがないと思っていた。ワンチャンスで、次の2点目が大きかった、と語り、大山選手の一打と、一塁から激走で生還した佐藤輝明選手の走塁を絶賛しました。そして野球評論家の苫篠健二氏は、狙い球を絞れていたっていうこと。2球インコースを攻められてビクッとしましたけれども、それでまた3球目っていうんじゃなくて、もうあくまでもスライダー待ってるんだという、そういう準備ができていたから一発で仕留めれたんじゃないかと思いますね、と分析。打者有利のカウントで狙い球を絞り、一発で仕留めたバッティングを絶賛しました。大山自身選手も、打席に入る前にしっかり準備していたので、いいバッティングができたと語っていましたが、悪い時の大山選手であれば、決勝打にした甘めのスライダーもミスショットしていたはず。状態は上がってきていると見て良いでしょう。実際、4番を外れた13日からの3試合はいずれもヒットを放ち、8打数4安打と快音を連発。3試合続けて2つのフォアボールも選んでおり、強引さは消えつつあります。一方、大山選手に代わって4番に入った佐藤輝明選手も3試合続けてヒットを放っており、プレッシャーもそれほど感じていない印象です。良い意味で図太そうな佐藤輝明選手を4番に、そして責任感の強い大山選手を5番に据える打順が機能しているため、このままの打順で戦っていって良いのではないでしょうか。そして1、2番の状態が上がってくれば、昨シーズンのような戦い方もできるはず。岡田監督が今後どのようなオーダーを組むのかにも注目ですね。それでは続いて、新たに判明したローテーションの再編について見ていきましょう。7月14日に登録抹消となり、ローテーションを外れたのが伊藤選手。今シーズンは4勝4敗ながら防御率 4.02 と打たれており、過去3年間のような安定感は影を潜めています。
13日の中日戦では3回5失点でノックアウトされ、岡田監督が、全然やもんな。甘いのばっかりやもんな。考えたらキャンプからやんか。初登板からやんか、とぼやく場面も。初めての対外試合となった2月23日の巨人戦で1イニング7失点を喫した試合からおかしかったと漏らしました。3年続けてローテーションを守った疲れなのか、相手チームの研究が上回っているのか、原因はわかりませんが、本来のパフォーマンスを発揮できれば左のエース格と言える選手なので、なんとか復調してほしいですね。そして、この伊藤選手の2軍降格に伴って空いた先発の枠に入ることが判明したのが、岡留選手です。今年3年目の岡留選手は春季キャンプの MVP に選出され、開幕1軍入り。ビハインドの場面が中心でしたが、14試合で防御率 2.30 と、十分な成績を収めています。5月末から約1ヶ月半の2軍調整を経て昇格し、再び中継ぎとして登板すると思っていましたが、20日の広島戦でプロ初の先発マウンドを任されるようです。岡留選手は大学時代から中継ぎとして登板しており、大学4年間で登板した40試合のうち、先発したのはわずかに4試合。プロ入り後は2軍を含めて一度も先発経験がありません。個人的には直近の2軍の試合で好投していた青柳選手が先発すると思っていましたが、昨シーズン広島相手に防御率 6.00 だった相性も考慮されてか、青柳選手の昇格は見送られたようです。岡田監督は岡留選手の起用意図について、知らんピッチャーで行こうかって。馬力もあるしな。案外、先発向きかもわからん、とコメント。岡田監督としては珍しく、思い切った抜擢となりました。岡留選手は先発調整をしてきていないため、長くても4イニング程度で変わるはず。ロングリリーフ要員の及川選手と2人で6イニング程度を投げられれば十分ではないでしょうか。広島の先発は防御率 0.88 という驚異的な数字で防御率ランキングトップに立つ大瀬良選手になる見込みで、かなり厳しい戦いになりそうですが、このマッチアップで勝てればチームに勢いがつくと思います。仮に岡留選手が打ち込まれたとしても、いきなり先発で使った首脳陣の責任だと思うので、開き直ったピッチングを見せてほしいですね。岡留選手のピッチングに大注目です。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。